さんに質問がすごいたくさん来てるので、はい、一つ一つ聞いていきたいと思います。はい、まりちゃんお誕生日おめでとう。まりちゃんの好きなお洋服のブランドは何ですか？はい、すぐ答えられます。何ですか？なんだっけ、名前忘れちゃったけどあるんだよ。なんだっけ、メゾピアノ。そう、メゾピアノ。あ、メゾピアノが好きだってね。あとはなんだろう、大人っぽいやつが最近やっぱ好きになってきたんだよね。何色が ちなみに好き？お洋服は水色とかピンクの色が一番好き。あー、そっかそっか。そう、はい、ということで次は、あとディズニーで一番好きな乗り物は何ですか？だってベイマックスです。あ、ベイマックスね。ベイマックスはめちゃめちゃ振り回されるので3人とも大好きです。はい、はい、そしてまりちゃんのこと娘さんは勝手にお姉ちゃんと呼んでいます。だってすごいね、嬉しいね。次は好きな YouTuber はいますか？だっていなかったらいないでいいし、いるならいるで、例えば去年はひまこちゃんって言ってたよ、まりちゃん。うん、あとあれじゃない、MK ですよね。 MK さんはみなとだね、みな。じゃあ、あれケイジョンチャンネル。ケイジョンチャンネルはまりが知らないから。誰？あ、いないか。いる？あ、いないの？いいじゃん、いいんだよ。あ、そっかそっか、いないの。かっこいい。あ、いないそうですね。ちょっと意外な答えでした。ちょっと前までは70クリームさんを見ていたり、ヒカキンさんも見てたり、カーキチャンネルさんも見てました。はい、はい、じゃあ次、ドラえもんで好きなキャラクターはいますか？ドラミちゃん。あ、ドラミちゃんかわいいよね。ドラミちゃんだけ黄色なんだけど、ちゃんと理由があるんだよね。はい、じゃあ次の質問は、好きな色と好きな映画は何ですか？だって、好きな映画、好きな色はさっき水色、水ピアノだったら水色とかピンクだけど、うん、黄色の色、うん、普通の色だったら黄色とか水色とかブルーが一番好き。ああ、だから今日もブルー着てるんだね。そう。はい、じゃあ映画は、まあ、映画あんまり見ないんだけど、まあ、うちで見る映画もあるよね。あのディズニー系とか、アナと雪の女王。あ、アナと雪の女王か。あ、いいよね、あれがとっても素敵。何回も見てる。一番好きなところは、あの煙があるんだけど、うん、そこにウォルフが行ったら跳ね返ってくるのが面白い。あれ面白いね。てあ、そうだね、そうだね。あとは最近は、うん、あのトイストーリーをよく見てるね、3人でね。はい、ということでご質問ありがとうございます。皆さん、そしてね、クレヨンしんちゃんは好きですか？だって、クレヨンしんちゃん、うん、あんまり見てない、うん、あ、見てないか、そっかそっか、そうだね。はい、またまた嬉しいコメントです。もうね、いつもインスタでね、メッセージもくれる方ですよ。まりちゃんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。3歳と1歳の姉妹がハマっていて、毎日まりちゃんいずちゃんチャンネルを見ています。だって、嬉しいね。ママの料理で好きな料理とパパの料理で好きな料理をそれぞれ教えてください。これからも応援しています。だって、ちなみにママはね、あんまりなんか、そう、料理を作らなくなってしまいましたね。パパにもお願いしていて、だからママの料理を出すのは難しいかな、うん、でパパの料理で好きな料理を教えてください。ハンバーグです。あ、パパのハンバーグは美味しいよね。美味しい。こねこねしてくれてね、味もしっかりついててとっても美味しいです。はい、ね、あのピーマンの肉詰めもね、よく食べるよね、みんなね。はい、そして次の方もね、よく応援してくださってメッセージとかコメントをくださる方なんですけれども、まりちゃんの将来なりたいお仕事は何ですか？はい、あと好きな食べ物、苦手な食べ物も知りたいです。だって、はい、はい、じゃあまず将来の、うん、仕事、飼育員さんです。あー、飼育員さんね。何の飼育員さんですか？イルカの飼育員さんです。イルカさんと最近泳いだからね。さっき言ってよ、うん、ねー、そうだよね。はい、じゃあ好きな食べ物と苦手な食べ物は何ですか？好きな食べ物たくさんある。サーモンと、うん、パパの作った手作りハンバーグと、うん、びっくりドンキーのハンバーグと、さけるチーズね。そうそう、まいちゃんチーズが大好きです。じゃ苦手な食べ物は何ですか？ナスとか、うん、うーん、お寿司の、アスパラ。そう、アスパラ。あ、アスパラね、ナス。ウインナー。あ、ウインナーもなんか嫌いな時あるね。あとゴーヤじゃない？あ、そうだ、ゴーヤ。ゴーヤこの前食べたからね。そう、ゴーヤ好き。あと苦かった。あ、ピーマンか。ピーマン好きだよ。あ、好き？あ、そうだ。好きなもので言うの忘れてた。ブロッコリーも好き。あ、ブロッコリーも好きね。ブロッコリー一番好きです。うんうんうん。じゃあ、まりちゃん野菜がね、あんまり好きじゃないものもあるってことだね。そして、そして
あっという間に大きくなったね、マリちゃん。マリちゃんは習い事をしているけど何が一番好きですか？だって習い事ですよ。絶対ピアノだと思う。あ、2つあり、うん、ピアノとプログラミング。あ、そう、マリちゃんプログラミングは特に好きだね、得意でね、毎週通ってるけどね。テスト試験か、試験も最近ね合格して、プログラミングタイピングが3級になったんだ。あとピアノもね近々発表会があるのでね、頑張ってきてくださいね。はい、マリちゃんお誕生日おめでとうございます。娘がとってもマリちゃんが大好きです。マリちゃんが歌っているテーマソングも覚えるくらい毎日 YouTube で見ています。すごい嬉しいね、ありがとうございます。マリちゃんは習い事をしていますか？だって。はい、じゃあ全部言ってごらん。ピアノとプログラミングとスイミングです。ね、そうだね。塾は最近やめてしまいました。毎日っていうところがね、ちょっと大変になってきて、あと先のことを塾ではやるので、ちょっとついていくのが難しいなということでね、やめました。はい、なのでお家でドリルとか、ね、クモのドリルとかやっています。はい。はい、じゃあ次ね。はい、まりちゃんおめでとうございます。妖怪にハマり中の2歳の息子からの質問です。おー、すごい、ありがとうございます。マリちゃんは好きな妖怪は何ですか？だって。好きな妖怪、すごいいい質問ですね。息子さんからだって。ゲゲゲの鬼太郎でもいい。そう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 。マリちゃんはなんか天井下りとか、ゲゲゲの鬼太郎の猫娘。あー、猫娘か。あの子も妖怪だもんね。妖怪。ちなみにエドちゃんはゲゲゲの鬼太郎とかなんか妖怪で好きなのはある？誰？キタロウが大好き。あ、キタロウね。ミナくんは？ミナ？うん。ミナだったらね、うん、妖怪？あ、妖怪ね。あと、イッタモメも。あ、イッタモメもいいよね。妖怪でね、うん、一番大好きなのはね、うん、あ、鬼滅の刃にも出てくるやつとかじゃない？鬼とか。鬼も妖怪だよね。妖怪じゃないんだ。塗り壁。あ、塗り壁もいいね。面白いよね。あの石みたいなやつだよね。塗り壁。はい、じゃあ次の方ですね。6歳の来年小学生の女の子から質問です。はい、マリちゃんは小学校では何が得意で何が苦手ですか？お誕生日おめでとう。だって。うん、まず好きなのが、うん、図工と音楽と、うん、理科だね。あ、そうだね、理科がね意外とすごい好きっていうね。あとなんだっけ、音楽もすごい二重丸が多かったのと、図工も二重丸が多かったです。苦手な科目は算数と社会です。社会なんだ。マリちゃんの身長何センチですか？だって。マリちゃんは今日スタジオアリスで測ったとき120センチありませんでした。なので120センチから130センチのドレスを着ました。118センチとか117センチぐらいだと思いますね。3年生なんですがちょっぴりちっちゃいマリちゃんです。はい、はい、そして次、ファンレターもたくさんくれたりプレゼントもたくさん送ってくださるかわいい3人の娘さんから質問です。はい、マリちゃんは将来の夢は何ですか？イルカの飼育員さんです。ね、そうだね。そういう質問を小さい子がするってすごいよね。そして双子ちゃんからの質問で、はい、好きなテレビアニメは今も鬼滅の刃ですか？それとも新たにハマっているアニメはありますか？だって。新たにハマっているアニメとテレビアニメ、うん、うん、何でもいいんだよ。最近はディズニープラスでソフィアを見てます。小さなプリンセスとか。ああ、あれ、いろんなこと学べるんです。ね、ああ、そっかそっか。諦めないこととか。うんうん。そう。そっかそっか、ソフィアがね、大好きだそうです。はい、ね、質問ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしていつもご家族でいろんなところにお出かけをしていると思いますが、お気に入りの場所はありますか？はい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 、沖縄。沖縄ね、即答でした。沖縄は本当に海が綺麗だったし。なんで沖縄ですか？ね、もう海入ってすぐ泳いだら、あの魚がたくさんいるんですよ。うんうん、ママは行こう見たって言うし、うん、だから本当楽しかったね。また行きたいね。うん、ね、また夏行きたいと思います。はい、これからまた行ってみたい場所、例えばアメリカでもいいし海外でもいいし、すぐまた日本でもいいし、
日本のどこかでもいいし、日本のまた沖縄行きたい、うん、沖縄また行きたいね、うん、そして海外とかだとどこか行きたいとこある？セブね、セブも一回行って楽しかったからね、うん、留学でマリちゃん行ったことがあります。はい、はい、そしてこれからも2歳の息子さんと一緒に応援していますだって。あ、マリちゃんがお送りしました。そしていつもたくさんのコメントをくださる、いいねもくださる方からご質問です。はい、ほんといつも優しいお姉さんのマリちゃん、感心しています。ありがとうございます。ママさん、どうしたらあんなにいい子に育つんですか？おー、すごい。マリちゃんの今のマイブーム、好きなことや頑張っていること教えていただきたいです。だってイルちゃんと一緒に遊ぶこと。あー、ママもよくしてるもんね。イルちゃんと遊ぶと何でも楽しいの。そうだね、姉妹で遊ぶとね、とっても楽しいみたいです。いつもなんかおもちゃの部屋でいっぱい遊んでるもんね。そう、例えば何で遊んでるの？リカちゃんとか。あ、リカちゃん人形ね。そう、リカちゃん人形がすごい、2人は大好きで、ポケモンも大好きです。はい、じゃあ次の質問です。お誕生日おめでとう、マリちゃん。今ピアノで練習している曲は何ですか？マリちゃんが発表会で弾いたホムラを私も今練習しています。だってすごい、同じ曲だ。じゃあマリちゃん、今練習している曲を言ってください。はい、良い妖精と悪い妖精です。はい、そしてあともう一曲あるね、課題曲。うん、喜びの歌。うん、喜びの歌、ベートーベンのね、曲です。これをあと半月ぐらいしたら発表会があるので、間違えないようにちょっと引き込みをしていきたいと思います。はい、はい、すごいいい質問来ています。マリちゃん、お誕生日おめでとう。お姉ちゃんでいいことはありましたか？だって。お姉ちゃんでいいこと、うん、褒められること。あ、褒められること。他にも何かあった？例えばお年玉多くもらえるとかさ。あ、それもあるね。それもあるよね。あとはお小遣いも少し多くもらえたりもしたし、2人よりも上のことをできる。ああ、そうだね、本当にね、お姉ちゃんでいいことはたくさんあります。はい、次の質問です。自分の動画の中で一番好きな動画は何ですか？だって、すごい質問だね。小さい頃の動画。あ、小さい頃の、例えば何してる動画？イルちゃんとミナくんが喧嘩してる。あ、喧嘩してる動画。そうかそうか。マリちゃんの出てる動画は何が好き？私が、イルちゃんとミナくんにご飯あげてるところだ。あー、お世話ごっこだね。そう、あ、いいよね、あれはね、とってもほのぼのしますね。はい、じゃあ次の質問です。はい、好きなキャラクターは何ですか？だって。好きなキャラクターか、うん、ピーチ姫とか、すみっこ暮らしかな。あ、すみっこ暮らし、うん、あとはなんかすみっこ暮らしの白熊が一番好き。あ、白熊ね、それ結構ちっちゃい時から言ってるもんね。猫。猫ちゃんね。あとはもちまるちゃん、もちまるくんとちょっとわかんないんですけども、この可愛いもちまる日記さんの猫ちゃんね、ほんと可愛いよね。じゃあ鬼滅の刃で言うと誰が好き？鬼滅の刃で言うとマコモが好きだね。あ、マコモが好きなんだ。すごいところつくね。いいね。今日もね、マコモのトミカ取ろうとしたら全然取れなかった。あ、そうなんだね。500円とか1000円ぐらいかけたかな。あー、ゲームセンターで取ってこようとしたんだね。そう。ちなみにイルちゃんはキャラクター誰好きですか？みつりちゃんが大好き。あ、みつりちゃんね。マリオで言うと誰が好き？ロゼッタが大好き。うん、ロゼッタね。そうそう、大好きなんだよね、イルちゃん。ロゼッタね、二人ともすごい似てます、好きなものがね。そしていつももうずっと小さい時から応援してくださってる方からのコメントです。はい、ね、いつもありがとうございます。マリちゃん、お誕生日おめでとうございます。これからもイズちゃん、ミナくんの優しくて頼れるお姉さんでいてくださいね。はい、質問です。これからやってみたいことは何ですか？これからやってみたいことね、うん、なんだろう。メイクを勉強したいとか。ディズニーランドに行きたい。ディズニーランド行きたいんだ、また。あ、ほんと。バナナボートとか、マーブル、マーブル。あと、何かこれが欲しいってものはありますか？だって。これが欲しいってもの、キラキラとか。キラキラはゲームセンターで撮ってくるあのキラキラかな。そう。あーそれが欲しいんだね。はい、ということで、そういうゲームセンターでね、撮れるキラキラが欲しいそうです。はい、はい、ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。いつからさ、聞きたい。あと2つ。あ、いつから聞きたい。いいよいいよ。じゃあ、いずちゃんから質問があるみたいなので、いずちゃんから質問してください。どうぞ。マリちゃんが大好きなプリンセスは何ですか？あー、プリンセス、とってもいい質問だね。誰？ソフィア。あ、ソフィアね、いいじゃん。ソフィア、今、そう、諦めないと。一番ね、今ハマってるんだよね。昔はシンデレラとかだったね。そうそうそう。
けるとか。うん。マリさんが大好きなトイストーリーの仲間たちは誰ですか？あー、トイストーリーのキャラクター誰？誰が好き？ジェシー。あ、ジェシーね。ジェシー元気でいいよね、あの子ね。マリちゃんはパパとママどっちが好きですか？だって。どっちも好き。どっちも好き？本当？ママのいいところは、うん、優しいところ。あ、そうなの？パパのいいところは、うん、いろんなことを教えてくれること。ああ、そうだね。パパいっぱいいろんなこと好き、教えてくれるもんね。どっちが好きっていう質問もすごいね、面白いですよね。ありがとうございます。うん、そして最後の質問です、はい。ありがとうございます。好きなアイドルは誰ですか？だって。そう、アイドル。あんまり見ないんだよね。あ、そうだね。女の人のアイドルだったらもう20だね。20。男の人だったらもう、なにわ男子ぐらいしか知らないかな。あと嵐とか。まあんまり知らないんだよね。あ、あとさ、トリコ。あ、トリコ歌う人だね。ニッシーだ、ニッシー。うん、そうそう。いい声だから。すごい素敵な声だよね。ということで、アイドルは20が好きだそうです。はい。はい、ということで質問は以上です。ありがとうございます。ねえ、よかったね。来年もまた誕生日のね時の動画で質問を募集しますので、ぜひコメントで残していってください。はい。